さあ今日も始めましょう、のんのんのスピタル。お相手は先週から今週にかけて2回足をくじいたのすけと、あ、足をくじくなんてことはしょっちゅうですが、でもバレエのプロのようにスクッと立ち上がれる D のんちです。よろしくお願いします。そういえばさ、竹内優子のさ、はい、今会いに行きますって、今会いに行きますは見たでしょ。見てない。え、花びらのってやつ見てないですよ。え、それ映画自体は、はい、見てないですね。じゃあこのテーマもうすげえ失敗。え、それ見たこと見てない人いるのこの世に。見てないですね、今会いに行きます。その頃じゃあどうしてたの。何してたんだろう。いなかったの。その話の話題絶対になったでしょ。いなかったんだよ、この世に。うん、人とされる。じゃあ困ったな。いつ頃ですか。まずじですよね。だからいなかったんじゃないですか。2000年いなかった。もうだってほぼ20年ぐらい前でしょ。あ、いなかったね、だからその時ちょうど。すいません。そうなんだ。じゃあこの話もう、ああ、やっちゃいました。でも会いに行きますだからさ。行きますではない。あの、のすけの好きな行きます。行きますのをね、うん、本当本当に行きます、ね、行きます。あのひらがなで行きますよ、うん、韓国だとね Be with you っていうタイトル。そうそうそう、今会いに行きます Be with you っていう。韓国でも同じ映画を作られたってことですか。そうそうそう、うん、そのもうズズーの後にね、はいはい、うんうんうん。なんでさ、誰だっけ、主役男の人はどっちの今会いに。ああ、うん、日本版、うん、中村獅童。なんかそれで中村、それで中村指導かっていうのも変で、だいぶそうですよ、それぐらい前で。そっか、そしたらもう白血病とかになるんですか。全然違う。それはやだもん。それはね、それは、それは困った。バレた。じゃあ何、竹内優子の思い出ってさ何な。ああ、ランチの女王ですね。どういうとこどういうとこが思い出なの。最初苦手だったけど土地が癖になったなって思いましたね。どういう話だったランチの女王。4人兄弟が洋食屋やっていくんですよね。で、森田剛のとこから逃げ出してきた竹内優子が OL でね、毎日ランチ食ってるんですけど、美味しいもの食べるのが好きでね。で、そこでアルバイトし始めて、住み込みみたいなんですよ。で、兄弟みんな好きになっちゃうんですよね。兄弟誰がいたんですか。江口洋介と妻夫木くんと、はい、そうだ、妻夫木くん、ヤマピーと、で、アルバイトっていうか職人で山田孝之くんっていうんですよね。ヤマピーか。で、八百屋の娘のトマトちゃんが、トマトっていう八百屋の、はい、ね、はい、あれがね、当時よく出てた若い女の子だ。はいはいはい、けど名前がちょっとシャピーミコじゃなくて、はい、なんだっけ、中野篠子じゃないではないですね。ああ、ね、すごいエンターばかりよ。うん、うん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 、せや結構発想の、あ、名前出てこないな。パチンコ屋と結婚したんじゃなかったっけ。あ、そうかも、それで引退したかも。うん、そうだそうだ、パチンコ屋っていうか、はい、パチンコの役。うんうんうん、女王はそうそう、不良の役で森田くんがそんなに悪く見えないのが面白かったですね。警察に追われてるんですよ。その、うん、話は戻るとさ、今会いに行きますとさ、はい、あの2本立てでこの前見てしまったの。どういうことですか、2本立て。韓国版をまず見て、はい、なぜかというと、その韓国の竹内優子役の子が、はい、その今話題の愛の不時着に出てる、はいはい、多分名前はソン・イエジンって言うんだけど、多分ね、名前違うかもしれないけど、そのソン・イエジンがその竹内優子役なんだけど、めちゃくちゃ良かった。良かった。そう、すごい良くて、あの韓国側の、はい、はい、そうそう、そんでそれの息子役がその、うん、イテオンクラスっていうのの主役をやってたソン・
時がパクなんて大きくなって、そうそうそう、大きくなってっていうか昔ね、昔の、違う昔出てた、いやもう分かんなくなってるでしょ、うん、相関図が、うん、だからすごい面白いの見てた。愛の逆の方が最近ですよね、うん、そうそうそう、で今で愛に来ましたら古いですよね、そう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 、それで見たら原作もう一回見ようと思って、原作を。そうそうそう。連続で見たら、ね。そしたら、すごいな。思った以上にちょっと良くなかった、俺の中で。もっといいと思ってた。その感覚がちょっと良すぎて。じゃあそっちでいいんじゃないですか、僕見るの、じゃあ。でも、どっちも見ることになるよ。あ、そう。どっちも見ることになるんじゃないか。だってほら、じゃあ日本版は。なりますね、なりますね。でも韓国版の方が、やっぱりそれはまあね、後出しというかさ、外国でその作られるなんとか版ってあるじゃないですか、うん、そういうの俺あんまり見たことないかも、うん、やっぱ面白いですか、見比べるっていうか、うん、随所随所ね、さっきスーツはもちろん逆だよね、なんて言うんだろう、うん、似てるシーンがあるとすると、うん、あそこは感銘を受けたんだろう、ここを感銘を受けたんだろうなとか、なんか崩さずにそのまんま、あ、ここが好きだったんだ、崩したとこはそう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 、自分流に書き換えたんだ、でもすごい良かったんだよね、Be何 Be with you Be with you, Be with you. Be with you. でも今会いに行きますって書いてあるけど、おいや良かった、日本の人ちょっと見た方がいいかもしれない、韓国強いな、ビーガンチア、なんか韓国さ、うん、韓国好きっていう人多いじゃん、うん、そのなんかなんだろう、俺ねずっとさ考えてたんだけど、はい、この前思ったのは、はい、日本のドラマだとなんか、はい、もう一個付け足しちゃうんだよなみたいなのがないんだよ、余計なんだ日本の方が、だからなんかすっきり見れる、すっきり見れるんだ、そうそう、新単純というか、日本のドラマだとこれの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 裏がまだやっちゃうもんなっていうのあるから、なんかさ余計なことする感じある、なんか、うん、そうしないとなんかさ深み、ね、出ない、そう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 、そういうの出ないと思って思い込んでる感じはあるよね、そうそうそう、ところそ今回の今回のっていうかその、うんうん、前回の好きなパクミニョンっていうのが出てる、うんうん、そのキム秘書は一体なぜっていうドラマなんだけどさ、プッチェドラマね、そうそう、うん、それの中でさ、うん、ずーっとあと一個重なっちゃうんじゃないのがずーっとあと一個重ならないドラマだったからすごいよかった、おそうそう、すごいよかった、絶対わざとだよね、余計なもの入れないようにそっちはしてるよね、うん、かどうなのかわかんないんだけど、ノンチの言ってた意味もわかる、うん、その日本のってさ、うん、そうじゃないと深く思わせられないと思ってんのか、うん、なんかセカンドストーリーとか一人一人のところわざわざちょっとしつこくしちゃったりするなと、うん、なんかさ、いい人が実は悪かったで、うん、止まればいいのに、日本のもう一回いい人で悪い人にしててまたいい人みたいな、ね、なんかそれが多すぎて、でも今回のそのキム秘書は一体なぜはさ、はいはい、全然それがなくてすごい幸せだった、で最後の終わり方もこれ以上何にもなくていいんだよ、はい、でちゃんと終わって、スッと終わってくれるね、ちゃんと終わってくれて、あすごい、ね、分かりますよ言ってなんか、うん、笑いとシリアスの、うん、あれ感じがすごいうまい、うん、こうなんか日本のって、うん、ちょっと笑かそうとするとさ、ずっと1話からさ、うん、最後までずっとちょっと笑かす、うん、で笑かすだけの、うん、なんかドラマみたいな、うん、なんかコンクールもさ、うん、なんかいろいろそういうのは多いんだけど、うん、いきなり笑わせようって頑張ってるようなドラマ、うん、だけどきっとそのまま終わるわけ、うん、だけどこの韓国ドラマはさ、あれと1話あれ全然笑わさない時もあるよ、そのなんていうの、笑わせようが基本にあんだけど、すごいストーリーがしっかりしてるから、からちゃんとグッとくるんだ、うん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 、っていうことでね、うんうん、まあいろいろみんな見比べてください、もちろんね、なんかハズレもあって、うん、そうだよね、その今言ったBe With You のソン・イエジンさんね、うん、今追いかけてるからさ、うんうん、その人が出てるのいっぱい見てんだけどさ、うん、やっぱりさ、なんで今売れてるかって言ったら、やっぱ過去のはさそんなに良くなかったりするし、なんか変な映画だな、これこんなのに抜擢されてかわいそうみたいなのもあるっていうね、だからでもやっぱちゃんと訓練してきた、うん、だからダニネの国だからいいってわけじゃないっていうかね、それはあるけど、ただ下手な人は本当にいないね、
いない。うん、日本は下手な人いるからイライラするかもと思います。さよなら。さよなら。